宮口春子は、日本の政治家、元フリーアナウンサー。参議院議員。政治団体、結集広島副代表。ヘルプマークヘルプカード普及啓発活動団体。ハートエイド代表。本名は、福田春子。広島県福山市生まれ。福山暁の星女子中学校、高等学校、大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業。2000年4月。 セット内会放送の関連会社キャスト KSB パートナーズに入社。キャスターレポーター、FM 福山パーソナリティなどを歴任。2021年2月5日、広島県選出の河井安里参議院議員の当選無効が確定。2月18日、自民党広島県連の宮沢洋一会長は、党本部で2回、都広幹事長と会談し、再選挙に向けて、 元経済産業省官僚の西田秀則を公認するよう申請した。2月19日、立憲民主党内で元検事の郷原信夫の擁立論が浮上していることが共同通信を通じて報じられた。3月9日、郷原は不出馬を表明。このため同党は人選を急ぎ、3月14日、宮口の擁立を決定した。3月20日、宮口が 記者会見を開き、立候補を正式に表明。同月に、立憲民主党、社会民主党、新社会党の県内組織などで構成される、野党連携を推し進めるための政治団体、結集広島の副代表に就任。3月30日には、日本共産党も、宮口の支持を決定した。同年4月25日に行われた、参議院広島県選挙区の再選挙に、 政治団体、結集広島公認で立候補。自民党公認の西田らを破り、初当選し、自民党が決闘された1955年以降、自民党の地盤の厚い広島選挙区で、非自民党による改選に議席の独占は初となった。4月27日、当選証書付与式に宮口本人が出席し、 広島県選挙管理委員会から当選証書を受け取った。27日、立憲民主党系の参議院院内会派に参加。4月28日、初登院し、会派の議員総会に出席した後、参議院本会議に出席した。ありがとうございます。